めちゃくちゃちゃんと言う。いや、ごめんごめん。やっぱ。チャンネル登録、お願いします。マジで。おはようございます。あ、おはようございます。なんか言わないといけないことがあるっていう、はい、ちょっと皆さんにご報告があって、はいはいはい、実はですね、はい、吉本退社しました。はい、じゃいつ辞めたの？7月中旬あたりにはいろいろちょっと悩んでたんですけど、はいはい、ズバリなんで辞めたんですか？お金ですね。いや、笑ってんかこれ。いや、もうめちゃくちゃちゃんと言う。いや、ごめんごめん。やっぱ結局はみんなお金って聞くんですけど、はい、その新しいステップへとか、自分一人でどれだけいけるか試したいみたいな、はい、うん、言い方するんよ。何つった今。お金。収益が29万の動画を出したじゃないですか。そのまあ何日後か後にお金で吉本辞めましたっていうわけじゃないですか。だいぶ印象悪いですねこれ。やばい。所属タレントとして、はい、まあ割とガッソリ行かれるってこと。まあそうですね、持ってかれるってことなんで。じゃあもうお笑いやらへんってことも。お笑いはやっぱり諦めたくないし、お笑いやるために僕東京来たんで。そうだ、オーディションはもう吉本が回ってこないってことですよ。まあでもほぼオーディション回ってこなかったんで。劇場出てたんやったっけ？劇場は2回出させていただきました。1回200円ぐらいのギャラがあったじゃないですか。ああ、そう、180円のやつ。これからはあれがなくなるってこと？あれがもうね、なくなっちゃうっていう。じゃあどうすんの？お笑いは？お笑いはもちろん僕は続ける。ただまあ所属事務所がフリーになるという。だから吉本株式会社だったのがフリーってか、うん、形になります。まあ決定的に変わるのは、まあ吉本名乗れなくなっちゃいますね、これからは。あれは賞レースは M1 出ようかなと。土井さんと言ってたやつ。じゃあほんまに出ねえな、 M1 は。 M1 は出ます。いや、あれですよ、そのなんていうの、お笑いやる気あるよアピールだけのためなら出なくていいですよ、そんな。いや、もう本当に、あ、わかりました、はい。僕自身やっぱり本気で頑張りたいので、お笑いを、はいはい、今は出場いたします。ほんほんほん、はい。吉本さえいればなんとなくオーディションが回ってくるっていうのはあったじゃないですか。でもそれがなくなるから。そうなんだよね、うん。まあそれでダラ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 笑いやってるっていうのに安心して、40代とかになってる芸人さんが多分死ぬほどいると思うんですけど、いろんな人見てきてましたね。まあそう考えると事務所に入ってるっていうのだけの安心感は確かに危ないっていうのは分かるから。事務所がお笑い活動をバックアップしてくれるわけじゃなくなるんで、まあ、今までしてくれてたかどうかは知らんけど、まあ、笑いザップとかっていうのはやっぱ吉本おかげっていうのもあるんで。笑いザップっていつやったっけ？2年前ですかね。聞いたことないな、もうお金のためにやめますってちょっとちゃんと言ったやつ。ですか、やっぱりアホちゃん。まあまあまあ、とは言いつつ、何でもあるんですかって聞いて、ちょっと自分一人の力でとか、ステップアップのためにとか言い出したら、金のためやろって言ったらつもりやったけどな。これからは本当にね、しっかり自分アピールして、誰かから目止まっていただけないなと思いますけどね。この先、まあ僕も相談は乗ろうとは思ってますけど、勝手にやめるって言ってるわけじゃないよな。もう連絡したよな。僕は、もちろん。してるよな。承諾は。ああ、じゃあ、じゃあ。吉本に行って、俺はすごい良かったなって思いましたね。本当に、いろんなことも学ばさせてもらったし。いや、もういいよ、そんな。取ってつけたら殺しやがって。こんなん笑いながら報告してるけど、賛否両論も多分あると思うんで、はい、それも受け止めさせてもらいつつ、今後 YouTube とお笑い両方頑張っていきましょう。 YouTuber 芸人として頑張っていきたいと思います。直近の目標というか課題としては M1 って感じですね。 M1 ちょっとしっかりやっていきたいなと。これからも皆さんよろしくお願いいたします、はい。